ード手札のモンスターを墓地に送ることで特殊召喚することができる。レベルスティーラーを墓地に送りクイックシンクロを特殊召喚。墓地に送ったレベルスティーラーの効果発動。このカードが墓地にあるときフィールド上のレベル5以上のモンスター1体のレベルを1下げ特殊召喚することができる。そしてドッペルオーニアを墓地からモンスターが特殊召喚されたとき手札から特殊召喚できる。速攻魔法マリンスの神を発動。力が大地を貫く闇となる光さす道となれ。シンクロ召喚砕けドリルウォーリアー。ドッペルウォーリアーの効果発動。シンクロ素材となった時自分フィールドにドッペルトークン1体を特殊召喚する。のジャンクサーバントにレベル3のジャンクシンクロをチューニング。集いし怒りがオーガの戦士に鬼神を宿す。光さす道となれ。シンクロ召喚これのジャンクバーザーカレベル3の陸上層スカルカーテンのオーバーレイエクシーズ召喚。自分の手札1枚につき400ポイントのダメージを与え。集いし叫びが児玉の矢となり空を裂く。光さす道となれ。シンクロ召喚逃げよジャンクアーチャー。1ターン1度相手モンスターをこのターンのエンドフェーズまでゲームから除外できる。ジャンクアーチャー突っかけるイクイラを除外せよ。ジャンクアーチャーでゴドウィンにダイレクトアタックスクラップ。チューナーモンスタージャンクシンクロンを召喚。このモンスターが召喚に成功した時俺の墓地に眠るレベル2以下のモンスター1体を守備表示で特殊召喚することができる。ドリルウォーリアーの効果発動。ドリルウォーリアーの攻撃力を半分にすることで相手プレイヤーにダイレクト。すごいし星が新たな力を呼び起こす。光さす道となれ。シンクロ召喚イデオジャンクウォーリアー。ウォーリアーでインフェルニティデストロイヤーを攻撃。ジャンクアーチャーでゴドウィンにダイレクトアタックスクラップ。だが今の俺はシャークじゃねえ。俺はバリアンのラッシュ。バリアン世界を見知るため。俺のターン。ドロー。俺のターン。
俺はテフだから装備魔法アクアミラージュを発動。このカードは水属性モンスターに装備され、装備したモンスターをエクシーズ素材にするとき、このカードを装備モンスターと同じレベルのモンスターとしてエクシーズ素材にできる。2体のモンスターでオーバーレイネットワークを構築、エクシーズ召喚。現れろナンバーズ101、満たされる魂を乗せた箱根よ、光届かぬ深淵より浮上せよ、サイレントオーナーズアークナイト。ジャイアントキラーをオーバーレイユニットに変える、エターナルソウル。